アーマドエルリッチは、オーストラリアシドニー出身の元同国代表の元サッカー選手。家のすぐ西にある、地元のパラマッタイーグルスでキャリア始め、当時は建設現場で大工として働きながら、プレーをしていた。イーグルスでの最初のシーズン終了後に、自身のルーツであるレバノンへ渡し立った際に、ベイルートのネジュメ SC からオファーがあったが、 それを断り、オーストラリアに戻り、NSL のパラマッタパワーと契約を交わした。加入後すぐに、WG として、レギュラーの座をつかむと、リーグでも、有数のアシスト選手の一人として活躍し、2003から04シーズンの決勝で22アシスト目を、記録。チームは、優勝を逃したものの、その活躍から、ジョー・マーストンメダルを受賞した。 クラブと良好な関係が続くと思われたが、チームは財政難により解散。さらに、NSL が収束することもあり、国外でプレーする機会を探すこととなり、韓国の普山アイパークと契約。しかし、契約上のいざ講座から5ヶ月間プレーできない状態が続いたため、イングランドへプレーする場を移すことになった。この際、フラム FC の打診に、 不残が応じなかったためにチームを無断離脱、さらにフィファへの提訴も辞さない姿勢を取った。2005年末、フラムと3年契約を締結。2006年4月から5月までの期間、FC リンゴスロへ貸し出された。フラムでは、リバプール FC 戦でリーグデビューをしたが、膝の怪我もあり、トップチームでの出場機会は少なく、2007から08、 シーズンになると、背番号を与えられず、2007年9月4日に、対談した。セントラルコーストマリナーズでプレーするエルリッチ2007年9月21日、A リーグに参戦するニュージーランドのウェリントン・フェニックス、FC にマーキープレイヤーとして加入。10月21日、最初のホームゲームとなる、セントラルコーストマリナーズ戦で、初ゴールを記録し、エルリッチは、 自身のキャリアの中で、ベストゴールと語った。2007から08シーズンが終わると、古巣のパラマッタパワーから関心を寄せられたが、セントラルコーストマリナーズに移籍。しかし、出場は限られたものとなり、2009から10シーズン終了に伴い放出された。U-23 時代にアテネオリンピックに出場。2006FIFA フフワールドカップは、フラムで、 出場機会が少なかったために落選した。2006年9月6日、AFC アジアカップ2007のクウェート戦で、キャリアに影響するほどの深刻な膝の怪我を負った。レバノン人の家系に生まれ、弟のタルクエルリッチもサッカー選手。2011年5月25日、銃と麻薬所持の容疑で逮捕された。怪我の連続ですでに遠のいていた、復帰の機会は、 これでさらに遠のいた。OFC ネーションズカップ2004条マウストンメダル2003から 2004? ありがとうございます。